すぐ準備しろ。思いのほか強くてな、人中力ってのは。もう休憩は十分だろ。そろそろ行くってばよ。ちょっと待ってよ。カカシよ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん？確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんな者よりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って資格を憑依させたのは他でもない、四代目と相談して我が砂隠れを守るため
里の安全のためにやったことだった。じゃがわしのしてきたことは間違いだったかもしれん。里を守るどころか里を苦しめることになってしまうとは。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであればまた正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。さあそろそろ行きましょう。あいつを一人にするとどんどん先に引かねない。ああ、これは結界だな。まずはこれを外さねばならんな。どうやって？それは五風結界だ。遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃって。ナルト君、サクラさん、おし皆さん、一足早かったんですね。さて、早速で悪いが、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、そのすべてを剥がさなければ結界は外れない。なるほど。ならば。見つけた。よし、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反青春フルパワーで行くぞ。俺たちはガイたちから連絡があるまでこの場で待機だ。目の前まで来たってのに。終わったな。さて、あとはここに迫っている輩だが、やつ、ただし人中力は生け捕りにしろ。他は解散だ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ？教えてやれ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか？連絡を待つ。イタチのやつ、ろくな特徴を言わずに消えやがった。しかし、一番最初に怒鳴ってくるやつか。一体どんなやつなのか興味ある。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。
さて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しでコノハの連中は到着する。サソリ、デイダ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしよう。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ったく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガラ、メーラー、てめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよデイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。ってわけで、風影はオイラが預かるぜ。やだ、旦那。ナルト、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。分かった。なんで俺がこいつらの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに、ずいぶんな言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければ、その答えはわからぬ。減らず口よ。減らず口かどうか、試してみるか。安い挑発だ。だが、いいだろう。あえて乗ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ？今までのあやつは、ヒルコという傀儡を身にまとっておったのじゃ。じゃあ、それを脱ぎ捨てたってことは。あやつめ。一気に型をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだろう。あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろう。なあ、千代婆様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん、お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。気をつけろサクラ、あやつの恐ろしさは傀儡だけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。そ
少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる、このとっておきでな。されるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、大した奴らだ。ただな、一貨物の書。終わったな。やりましたね、千代婆様。ああ。どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うわっ。やっぱり。核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でも、そこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。おい、そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな。今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさか。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。サクラ。これ
駄だ。俺の毒がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか？答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら次第。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当に。くだらねえ。ネクラで人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかった。ん？ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。てめえらは潰してやる。し、やり合ってる間に奪われちまったか。
さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ。うん、逃がすかよ。じゃあな。クソ、いね。逃げたか。チクショー。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風影だぞ、風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前ら、ガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命をかけて、ガーラ君。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来は
わしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。え？お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやって。ガーラ。ガーラ。誰だ、誰を呼んでいる。ガーラ。この声、俺が知っている声。ガーラ。知っているこの声を。そうだ、ガーラ。これはあいつの。ナルト。世話かけやがって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が。医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代ばあ様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだ者すら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは。ナルト、千代ばあ様はお前とガーラに未来を託した忍びらしい立派な債務だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代ばあ様に祈りよ。じゃあな。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま